今日はハリネズミの飼い方を紹介する。12時間の間でこれくらいうんこする。しつければマウンドでうんこもするぞ。前から新しいハリネズミサンドに変えたいんだが、匂いをつけないとうんこをしなくなる。フルーツとか生ミルアームとかをあげるとうんこが臭くなるので注意だ。乾燥ミルアームはなんか匂いを緩和させるエキスが入っているらしい。マウンドの砂の種類は一度使ったらその種類を変えない方が良いぞ。ハリネズミは匂いに敏感だからな。うんこしなくなる可能性がある。キンタはちゃんとマウンドでうんこしてくれる。キンタはフラットでガンガラ回ってうんこをつけちゃうんだ。そしてハリネズミはリンゴとかフルーツとか生ミルワームをあげるとうんこが臭くなるので注意だ。うんこが緩い時のフラットで回った時はびちょびちょになるので足も汚れるので、その時はお風呂に入れるのがおすすめだ。ハリネズミのうんこの掃除は、こまめにやっといた方がいいぞ。こまめにうんこ掃除しよう。キタがコンサンドを食べてるような気が。いさ。本日のキタさん。わあ。ということで。